君が代が流れております。この放送席も敬意を表することにいたします。ありがとうございました。今日は大英対大阪近鉄の第7回戦、先発ピッチャー永井とマットソンで始まります。第7回戦大英の4勝2敗です。両チームのスターティングオーダーです。大村、吉田、中村、クラーク、ローズ、磯部、そしてこの吉岡がよく当たっています近鉄打線です。的山から武藤というオーダーです。一方大英ホークスは不動です。柴原、浜田、井口、小久保、昨日デッドボールを受けました。しかし今日は元気で早で特訓をしています。小久保、吉永、秋山、松中、城島、そして昨日の打のヒーロー柳田、不動のオーダーです。ピッチャーは永井です。永井、マットソン、王監督は負けないピッチャーはいないんだ、若いピッチャーは勝敗を気にせず思い切りいけと、こういう言葉をいつも言っているそうなんですが、2年目の若いが先発、永井が先発ピッチャーです。藤本さん、はい、やはり永井のピッチングがキーポイントになりますかね。そうですね、まあ、今2勝をやってるんですけど、その西武戦に2勝をやってるわけですよね、はい、だから近鉄戦がまあ初めて でしょうし、まあ、今日はどういうピッチングをするか見たいですよね。そうですね、今ご覧いただきましたように開閉式の屋根が開いております。屋根を開けての試合は今年は初めてになります。選手によっては藤本さん、この屋根が開きますとですね、はい、どうなんですか、やりにくいとかというような選手いるわけですか。うん、個人的にいるでしょうね。そうですか、はい、今日はただあんまり日が強くは照っていませんで、西日がちょっと三塁方向を指しておりますけどね。そうですね、そのバッターボックスのあたりにね、もう少しすれば西日がね、まあ、時期的にまだホームベースのあたりには来ないかなということなんですけど、はい、まあ、夏場ぐらいだったら今頃ちょうどホームベースのあたりに西日が来てちょっとバッター打ちづらいというところがあるんですよね。そうですか、今ぐらいでしたら気にならないと言ってよろしいですかね。うん、そうですね、風が出なければ全然気にならないと思います。はい、西武で、西武戦で永井が2勝しました。今日から近鉄3連戦で近鉄と初めて永井が当たります。近鉄と西武の打線はやはり違いますか。そうですね、まあ、西武が少し元気がないのでね、まあ、近鉄打線はそのいて前打線というかどこから爆発するか分からない打線なのでね、その辺がその永井君がどういうピッチングするかっていうねところに注目を置いて今日は見ていきたいんですけど、でも永井君もその2試合見ているとそのフォークでねストライクを取っていけるようになったんですよね、はい、その辺がだから今調子のいい原因じゃないでしょうかね。なるほどね、王監督もフォークのコントロールはいいしストレートのコントロールも大変良くなってきた最近はというねそういう話なんですが、だからどちらかというと自滅タイプのピッチャーだったんですよね、自分でその苦しめるようなタイプだったんですよね、はい、でそれがストライクコントロール良くなれば当然相手バッターはそう簡単に打てないと思うんですよ。そうですか、ご覧のように長身です。184センチ、今日の登板が6試合目になります。2勝0敗、現在19イニングで1失点。これは西武の垣内選手にホームランを打たれましたがその1失点だけです。1週間ぶりの登板になります。ピッチャーの永井、1番バッター大村、左バッターボックスに入りました。だからまずはこの大村君をね先頭バッターね、はい、出さないっていうことが大事だと思いますよね、はい、第1球です。なんといってもこの1回をどうクリアするかが大きいですもんね、はい、まだ若いだけにねその1回を3人で終わればテンポよく乗っていくと思うんですよね、そうですか。1球ボール、今ストレートですね。ストレートですね。先日の西武戦ではマックス146キロまで行ったということですかね。ああ早いですね、最も藤本さんのスピードガンも球場によっては多少は違うわけでしょ。違うと思います ね、はい、しかし
初速と収束で出せるところがあるんですよね。なるほどね、で当然初速になればスピードは上がるでしょうし、はい、収束になればスピードは遅くなるということですよね。そういうことですね。バッターを2バント追い込みました。先発の永井、184センチ85キロ、去年は0勝1敗でしたが今年早くも2勝しました。2年目の永井です。確かに藤本さん、この放送席にいましてもね、はい、まあ、暗くなって屋根が閉まっているナイトゲームと今とは違いますね、感じが、うん、気持ちいいですよね、見てる方はですけどね。そうですね、はい、まだ昼間という感じですもんね、はい、落ちる球フォーク三振、先頭バッターを切って取りました。見事なフォークボールが落ちました。よく落ちてますよね。落ちてますね、はい、でもできればもう少し低めにね。あ、なるほどね、そのストライクでカウントを取りに行く球だったらいいんですけど、今はもう勝負に行く球ですからね、もう少し低めでもバッターは手が出なかったと思います。なるほど。バッターは2番の吉田、近鉄打線サイドから見ればどうなんですかね、1回はじっくり見ていくというような作戦は立てるもんですか。そうですね、永井君を、ね、ビデオでは研究してると思うんですけど、その、いざね、その試合に投げるのは初めてですからね、はい、当然バッターも初めてですからね、だからその辺が、まあ、一回りは見ていくんじゃないですかね。そうですか。渡辺さん。はい、中山さんどうぞ。その先発の永井投手についてですが、森ブルペン担当はブルペンでの調子はまあまあ、2試合いいピッチングをしているので相手も研究してきていると思う、いつもより一層丁寧なピッチングに心がけてほしいと話してくれました。はい、藤本さん、はい、丁寧なピッチングということですが、あまり丁寧に行き過ぎても、ね、思い切り行ってほしいタイプのピッチャーですからね、ただそのコントロールだけ乱さなかったら大丈夫だと思うんですけどね。そうですか。その辺ピッチャーというのは難しいですしね、大投手でもコーチあるいは監督からですね、若い頃大胆かつ最新でいけと言われてですね、あ、そうですねどうやっていいか分からなかったというぐらいですからね、はい、その辺は難しいんですが、まあ、しかしやはりそういうアドバイスがどこか頭の中にありますとまた違ってくるでしょうしね。そうですね、はい、このバッターも2ランと追い込んでいます。三振、2者連続三振です。今の球はフォークですね。フォークですか。全然タイミング合ってませんよね。合ってませんね。ただ藤本さんがおっしゃるようにこれもちょっと高かったですかね、はい、しかし2者連続三振、うるさい大村、吉田を切って取りました。ピッチャーの永井、まだ2人なんですが上々と言っていいですかね。そうですね、永井君のそのフォークがね、どちらかというとバッターがすればチェンジアップ気味に見えるんじゃないですかね。あ、なるほどね、1番の大村君も少しタイミング合ってなかったようですからね、はい、当然近鉄の各バッターは2勝0敗のこの永井、どんなピッチャーやという部分があると思いますんでね、ノートゥやっぱり今日の永井君はね、やっぱその今日そのクリーンナップですよね、近鉄のね、はい、それに吉岡君ですか、今調子のいい当たってますもんね、吉岡はこの4人に一番気をつけて投げてほしいですよね、はい、気をつけるからといってフォアボール出すとダメですからね。そうですね、しかも4人とも一発の長打がありますんでね、はい、怖いですね。確かに中村、クラーク、ローズ、これが今日の近鉄のクリーンナップ。そして7番に吉岡がおります。近鉄打線ワンスリー外れました、フォアボール。
2者連続三振で2アウトを取りましたが、3番の中村にフォアボールを与えましたピッチャーの永井です。対近鉄戦は3試合目の登板になりますが、すべて過去2試合はリリーフです。投球イニングもあまりありませんで、2試合で2回自責点はゼロ。とにかく失点は1ですからね、藤本さん、すごいですね。すごいですね、はい、この福岡ドームで垣内にホームランを打たれましたが、その1点だけバッター回っていません。プレートアンパイアが小寺、一塁林、二塁吉川、そして三塁は垣園です。4市審判によりまして6時ちょうどに始まっています。今日の第7回戦落ちました。ワンエンドワン、よく落ちてますよね。多いですね結構、はい、その辺が良くなった原因じゃないですか。なるほどね、初球からでもフォーク掘れる、2球目でも掘れるっていうに なったから、今こういういいピッチができるんじゃないですかね。要するにフォークでストライクを取れるということですね、はい、ピッチャーゴロガッチリ取ってちょっとファンブルした、一塁へ、スリーアウト。中村残塁です。1回の表近鉄0点です。